ですよね。殿の手やだ、どいてどいて。お姉ちゃん、これが金遁の術、これが金遁、これが金遁の術です。ちゃんと頭を使わなきゃ。これが金遁の術です。私だって小峰嬢さんみたいに北条流忍術の極意をお見せいたします。ちゃんと頭を使わなきゃ。防御が硬い、つまりそこが弱点。ドラゴンみたいに強くなりたい、ドラゴンみたいに強くなりたい。私の出番ってわけね。イエーイ、妹たちに報告しなきゃ。チャンネル登録、高評価もお願いします。